はいこんにちはそれでは四回目の配信を行います、えー、親子でできる野球遊びということで、えー、今日のテーマはですねゲームですまあ試合まあ競争するというような感じですねそんなことを紹介していきたいと思いますはい、えー、私はあの小学生の野球教室をやっているんですけれどもまあ練習をですねやっていると子どもたちがですね試合やろう試合やろう今日試合やらないのというふうに言ってきます。 大体です、ねまあ、1時間とか1時間半の,その練習時間のうちの後半の20分から30分はいつもこのゲームをやります子どもたちはです、ね、とても生き生きとした表情で、えー、活気あふれる時間帯になります楽しそうにやってるんで私も楽しい気持ちになりますこれやっぱりです、ね、あの野球の楽しさっていうのはやっぱり試合で本当に一番感じられる、まあ、そんなところなんでこれをです、ね、今日は本格的なその試合となりますと、まあ、少年野球チームに入ってそれで、えー やる、まあ、それが試合なんですけれども年少さん、まあ、4歳ぐらいの年少さんからですね小学校2年生ぐらいまでの8歳ぐらいまでのお子さんが少ない人数でもその試合の楽しさみたいなものをですね実感できるそんな方法も最後にご紹介したいいと思います、まあ、今回のこのシリーズですね家の中でもあるいは家の近所でそしてすぐにできてまた野球の経験のないお父さんでも親子でできる,あるお母さんでもできるというような形で考えておりました。実際に 試合みたいにです、ね、投げて打って走ってそしてというとです、ね、やっぱり家の中ではちょっときついものがあるかもしれませんが競い合うという部分ではです、ね、家の中で例えばです、ね、お布団,がこう布団が引いてあってでそこのところにボールをこうやって横に投げてです、ね、子供に取ってこらんとそうするとすごいです、ね、喜んでバーッと飛びついてダイビングキャッチしますで取れたら1点取れなかったらマイナス1点みたいな感じでそれだけでもです,、ね、すごいこう楽しそうに子供をやると思います。 そういういところですね、まあ、家の近所でというとあのどこかこういう壁があったりしたらです、ね、その壁のところにですねあの学校でチョークとかもしもらえたらですねチョ,ックチョークでこういうふうに四角を書いてみてそしてそこにこうピッチャーでこう投げて当たったら1点外れたら0点みたいな感じでやってそれで,ですね、まあ、こういうようなその的当てとかあるいは取れる取れないにしてもそうなんですけれどパ50%、50%。50 2回に1回は成功するというような設定をすると子どものやる気アップにつながるということを聞いています。あんまりいつもできても飽きちゃいますし全然できないとやっぱりできないやつってつまんなくなっちゃう大体いいその2回に1回できるできないという線だとですね、まあ、次に次にというところでその距離であったり まあスピードでであったりですねそんなところを少しこうレベルアップさせて設定してあげると子どもは喜んでそのゲーム感覚でついてきます。それからですね少しこう広い場所が、えー、広場みたいなのがあったらですね、まあ、そこでこうノックみたいなものはもしできたらですね目印となる、まあ、例えばこういうマーカーみたいなものがあるんですねマーカーをこっちと、えー、こっちに置いてそしてサッカーのですねペナルティキックのように子どもにグローブを持たせてですね このゴー,ルポストゴールポストのところの前に立たせてそして向こうからノックを受けさせます。で、まあ、あのノックができればノックでもいいですしできなければ手で投げてもいいと思うんですね。それでこのゴロゴロと転がってきたボールを子供が取ったら子供に行ってもし取れないでこのマークとマークの間。 これ1 0ルとか1 5ルとかそれもその時に応じて広さに応じていいと思うんですけどもその間を抜けていってしまったら今度はお父さんに1点そして取れなかったけども入らないでぽろっと前にこぼしたそしたら0点みたいな感じで先に10点取ったのが勝ちでなんていう感じでやるとですねこれも結構子供喜んでそしてまだ本当に必死になって取りますんで取ろうとするので上達します。こんなような遊び方ででももいいいとと思いますあとですあねえともし これ実際に私が毎週やってるんですけど年長さんの2人がいますで年長さんの2人で試合をやりますどういう形でやるかというとピッチャーは私がやりますそれでバッターが1人の子でもう1人の子はグローブを持って守りにつきますそして私が投げる、まあ、もちろん下投げで緩い球を投げますでその子はカーンと打ちますそうす守ってる子は一生懸命走っていって取ります 取ったボールを私に投げ返してきて私のところに来た時間と打った子はひたすら走ります一塁二塁三塁その時間で私のところにボールが戻ってきたときに打った子が一塁二塁をもうすでに回っていて三塁の手前で戻ってきたとしたらその子に2点入りますそのような形で踏んだベースのところによって点をするそれで1イニングで同じ子が3回打ちます 1回の裏、えー、今度は別の子が3回打ちます。でそうすると、ですね、あのまあ、幼稚園の,その年長さんなんで、最初3点入って、次2点入って、次4点でも取るものならです、ね、もう指がこうやって数えると足りなくなっちゃうよみたいな感じで、まあ、足し算が、ね、なかなかできないぐらいの子なんですけれども、まあ、あのやってるとバーンと打ちますし、ボールもです、ね、ちゃんと投げ返してくるようになります。それで走る。 もうえー、そういった競争スピード感があふれるのでこれもとても楽しくです、ねまあ、1回の表裏は3人ずつで2回の表は今度バッター2回ずつで,す、ね、で最終回は1回勝負みたいな感じでやると、まあ、大体時間が20分ぐらいですかねですから兄弟が2人兄弟であればこういうことできますし、えー、ともしです、ね、その親子でという形でやるのであればですねこれは結構お父さん大変ではあるんですけれども今と同じようにですね、えー まず子供さんにパーンと打ちます。そしてですね、お父さんがこの取りいきます。お父さんが取った時間。取った時に。子供が。一塁回って、二塁も回っていたら、二点だよと。で、もしそれが。ええー、本まで行ったら、四点だよと。で、なるべく、まあ、あの。子供さんにはいっぱい運動した方がいいので。そこら辺の設定をですね。まあ。ボールを。飛ぶボールを。えー、まあ。その広場の。大きさによってですね。使ったりですね。あるいは。えー、この。 類の距離をです、ね、さっきの,あの年長さんの場合には大体1 0メートルぐらいでやってるんですけれどもそれをですね少し狭くしてみたりあるいはちょっと遠くしてみたりそこら辺はまあ,あのその時に応じてですね変えていけばいいと思うんですけどそんな形で試合をするこれはもうあのお父さんも大変ですけれども子どもがですね成長して思うのは本当にそのちっちゃい時間一緒にこう野球で遊ぶっていうのはですねとっても貴重な時間になります。 ですので、まあ、その日は大変ですけれども、一緒に汗を流してですね、やってみるのもとってもいいと思います。まあ、そんな形のですね、野球遊び、ゲーム感覚ですね。こんなことをぜひやってみたら楽しいかと思います。はい、それではですね、以上でこの4回の親子でできる野球遊びの配信を終わらせていただきますが、どうもご視聴いただきましてありがとうございます。それでですね、えっと最後にこの今回の動画の後にですね、私があの幼稚園を訪ねてですね、子どもたちと、 あのエンたちとですねこの今のゲームのようなものをですねやってる動画は流れますのでその時はですねバットを使わずに手で打ってますこれもあのバットでやるとこうなかなか難しいので手でやればですねすぐにあの子どもたちもできるんでそんな形から始めてもいいと思いますそんなのもご覧になっていただけたらと思いますはいじゃどうもご覧いただきましてありがとうございました今ご覧いただきました4つの配信の中に、えー、キーワードが隠されています。 それぞれぞをご覧いただきまして、ご希望の方はこの OB クラブのキャップサイン入りのこちらを1名様にプレゼントします詳しくは概要欄をご覧ください今後 OB クラブチャンネルではさまざまな分野の方に登場いただきいろんな配信をしていきます是非チャンネル登録をお願いします今日はご視聴いただきありがとうございました